はい、なんか朝ですねなんか途切れちゃいました。はい、5時です。5時。さてさて、何食いますか。そうめんね。そうめん、そうめん、これ俺朝から食ったのかい。そうめん食ったのかい。それよりもね、なんかこれがあるんだよね。ポブとこの煮つけ、この3つがあるから3種の神器で煮つけをちょっと1本作ろうかね。大根に、大根を使って、大根にんじん、大根にんじんを煮つけてあげて、豆丼がいっぱいあるね。豆丼。かぶで味噌汁にしようか。かぶね、かぶと、ちょっと新しい豆腐をね、買いましたからね、豆腐ね。これ、かぶと豆腐。昆布も、ちょっと入れますか。しいたけがあるだろ。煮しめの方に使うだろ。そうすると、ねえじゃん。あ、これ、まゆちゃんのご飯ね。まゆちゃんのご飯。やったー。白菜でもちょっと入れると、味噌汁ね。白菜をちょっと散らして、白菜を散らした豆腐とカブの味噌汁なっていきますか。きのこちょっと入りだね。で、昨日の余ってるもの、これなんだっけ、これ卵焼きだ。卵焼き食わなきゃ。これ昨日の あれですね、アジの半身が残ってるんで、これマルチにあげようか。アジの半身が残るのはいいことだね。これ何？あ、貝の味噌汁がある。あちゃー。まあ、ゆっくり飲もう。昨日残ってたんだな。で、ここら辺はミートソースでしょ。これ何？これ何？あ、これ、あれだ。レバニラだ。レバニラは2日か3日前のやつだね。これはタコワサでしょ。夜食うでしょ。これはあれだね。なんだか。ちょっと美味しそうなやつだからもったいない。この辺には。これね、トマトだね。トマトが残って、これトマトもちょっと古いね。これもまいちゃんやろ。ほっ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 ほ。はい。あ、綺麗に片付いてますね。ありがたいかな。片付けてくれる方。俺片付けんだけどね。やっぱ俺の片付け方は荒いってよく言われますよね。あらし。まあしょうがないじゃん。で、これでちょっと昨日のね、魚がちょっと残ってますね。よいしょ。やっぱりこういうもんってのは若い娘が食わんもんよな。でも美味しいんだよね、これね。美味しいからこれ食べますよ、もちろん。でもね、今日はまたちょっとお煮しめから作ったりしましょうか。朝はお煮しめでやろうや。お煮しめに煮るときはやっぱ大根の下茹でしないとダメだね。大根の下茹でトマトだ。これトマト、これマイちゃんあげようか。あんまんまそうじゃねえもんな。もうな、怒られるよトマト。こらお前たちが思うような。いや、なんだろう、そこから何て言えばいいん。お前たちが思うような安楽な道ではなかったのだぞ。ここに来るまでは種として植えられ、種を植えられ、まあいいや、やめや、もうやめ、これバカ話、もうやめ。トマトの一生をこう、なんか叙情詩にしよう。叙事詩にするか、叙情詩にするか、叙事詩としてね。これもうこのぐらいの、あの時期の、あのこれはこう4等分して適当な大きさに切っていかないと美味しくないですね、これね。このぐらいでこう切って、これをね、水から煮ます。下茹では必ずしましょう。そうしないと美味しくない、ね。下茹では一回中までお湯、熱がお湯が弾いて入って、それが、こう、
水からね、でこれガラガラガラって煮てやって、それを水にこう浸してみますから、ね、そうしないと羽毛仲よ。これなんか昨日のね余ったやつですから、こうやって切ってやって、むーちゃんご飯ですね昔はこれよくあれに入れたもんですよね、カレーに入れましたね僕は。このなんかもったいないじゃんね、ブロッコリーの茎ってね。まあ細胞としてブロッコリーの茎は葉の方にね、さまざまなマイクロバイオームとかそういろんな要素を持ってきますから、これはイチジクの木の下に植えます。イチジクの木の下に、なんだっけこの歌桜の木の下で、違うな、桜の木の下で二人は将来を誓い合いました今時あんまそういう人いねえよ。桜の木の下って桜いっぱいあるからね今ね。もう本当に桜ってさ、もうあっという間大きくなるでしょあれ。本当にびっくりするよね。20年近く前に行ってたお花見のところにの写真が出てきて、それを今の場所と見比べるともう恐ろしいほど違うよね。あの違い方は何なの？はい、雪日だ。ないぞ雪日がありませんねえねえ。これで作るか。鍋ってさ、大きさがだいたいいつも決まってくるから、この鍋で作る。あ、そっか、今あれだね、冷蔵庫の方がいるんだ。はい、いいだね。ちょっと今日はこれでしょ。今日のまいちゃんのこのタンパクっていうのはこれです。味です。味、焼き味美味しかったんだけどさ、ちょっとなんか手を出しそびれてたらなんか一晩経っちゃいましたね。まゆちゃんにあげよ、まゆちゃんにあげよ。味、焼き味。トゲはね、厳しくここで骨抜きしないとな。骨抜きね、大変だよね、年寄りの食べ物っていうかさ。今もう食品みんなこうできてるけどさ、みんな骨抜きにされた、ほよほよほよあ、何がもしない。骨抜きってあれどうやんだろうね、こんないっぱい骨があるのにさ、まだこういう魚ありよ。ここ横にこう出てる骨があるじゃない、大きいねえ。ああいう連中はどうしたらいいんだろうね。どうやって骨抜いてんだろうね。やっぱ綺麗な人が来て、うふんとか骨抜きああ、俺も骨を抜かれたいどうぞ、抜かれて。抜かれたら骨抜きさ。はい、じゃあ骨抜き終わり。ここトマト入れてやろうか。トマト、まあ、ちょっとこう切ってやった方がいいね。トマトを切って中身入れ、ガタガタ煮ればおしまいさ。トマトもこうね、なんかリコピンがあるからどうだこうだとかさ、そんな話ばっかじゃねえ。そんなこと言ってるやつはもう頭に指でパチンってデコピンだ面白い。これトマトで、今日はトマトと鮭で、ちょっとこれだけだと寂しいね。もうちょっとなんか入れてやりたいね。肉癖のあるものはあるかな。卵に、これあれだね、またちょっと入れてやろう。毎日ここのところこの牛肉を少しずつついばんでやってるよね、まゆちゃんにね。まゆちゃんのご飯、これあれだね、
まあ今度だな。今日は煮しめた後も作ればいいでしょ。あ、いけねえ。あれだ、なんだっけ、こんにゃくも指定でしないとダメだね。これでこう牛肉が入る。牛肉、ほらすごいね、牛肉入ってるよ。包丁で切るとさ、まな板まで払わんといかんからさ。これうまそうだね。なんかこのまんまスペイン料理ですとかって出せる？なんでスペイン料理なの？スペインバカにしてるな。いや、バカにしてませんよね。やっぱ太陽の国だからね。トマトこういったビスケットするんだったら、トマトビスケットするのってどこだっけ。トマトぶつけっこってさ、まあ良くないよね。トマトかわそうじゃんね。こんにゃく、これね、これくじ切り、これこんにゃく、はい。こんにゃくはこうやって水を出してる中でピッてこう切ってるんだよね。そうするとここからピューって水出てきて、台所中を大騒ぎしますからね。これ、こんにゃく、こんにゃく、どうしよう。こんにゃく今日は包丁切ってやろうか。包丁切ってやろうか。ね、いつも包丁で切らない。手でちぎるけどね。今日はちょっと包丁で切ってやるよ。ね。こうやって。この分する？ちょっとあんま面白くねえな。面白くねえやつだな、お前は。あ、すいません。そんなことよ。はい、ここにこういうふうに来ましたから、これどうしようか。これ一回水で締めてやるのがダメですね。水でね、締めてやります。水で締めてやって、このお湯でこんにゃく入れますか。そうするとね、すぐガラガラガラになりますからね。はい、あれはこれね。ガラガラガラ。はい、これね、水をよくさらしていきましょう。これ中まで水が入ってって、中まで組織の水がね、ちゃんとこうなってたまるんですね。はい、水出ないように。この魚のスープも使わないけど、わかんなかった。すっごい魚多かったからさ、どうしても今食えなかったね。食えないんだな。よいしょ、はい。で、ここがこうですね。トマトと牛肉とアジの王国。トマトと、なんだこれ、ブロッ、ん？大根の皮とブロッコリーの茎だね。これはなんか恐ろしい人生が始まりつつあります。恐ろしい人生が始まりつつある。必ず味見をしましょう。で、しょっぱくなければ OK。 あ、すっげえ面白い味。なんかトマトとアジの味がする。当たり前でトマトとアジ入ってんだから。そうか、そうか、そうか。はい、じゃあトマトとアジの味がする。これもうやめてしょ。ちょっと水に浸しておくとさ、水のこう上がりするとスープがいいかもしれないからね。冷めるまでね、早くこうやって冷ましておきましょう。水じゃーっと早くガムだよ。しっとるよ。はい、こんなね、こんなでこうやっておきましょう。ちょっと早く食べさせてあげたいかな。俺もう眠いしさ。はい、これね、大根。大根これもう冷たくなるとね、なんかほら透明な色になるから、こんな色になってでしょ。こいつをそのままにできるからね。そうするとね、美味しくなります。こんにゃくは今一生懸命煮えております。パイアッパー、はい。人参を切っていけ、人参を切っていくぞ。
人参がバラバラになっていく、バラバラになっていく、バラバラ、バラバラ、バラバラね、もうあったっすね、はい、こんなもんでいいでしょう。で、今日はね、厚揚げと、これね、ちょっと今日、昨日買ったやつね、昨日買ったこれ、そのお店で作ってたやつ、うん、なかなかいいや、いい香りがするんでね、こいつをこう入れてあげよう。今日はこれを煮るために作るようなものなんで、ちょっと牛肉が入ってもいいかなって気はするんだけどね。どうしようか、入れようか、牛肉ちょっとだけ入れてやろうか。あ、残ってる牛肉みんな入れてないね。で、油揚げが入ります。油揚げが入ります。こんにゃくも入ります。ハーブロール。あれ？新庄じゃなきゃあったか。この油揚げ使わないんだったっけ。あれ、俺もしかしたら間違えたかな。新庄じゃあれじゃねえよ。なんだっけ、あれ。こんないっぱいあります、数がね。やっぱ、こんにゃくはもういいかね。こんにゃくもこれはもうね、十分水出しましたから。これ小麦粉はやっぱ同じね、水で流して、中の温度で。あれ、なんかあったぞ、タッパにあったぞ、タッパにあったぞ。あ、これだ、これだ。このままでいいよ。はい、このままよし。これ入れてあげましょう、一緒にね、ちょっとだけね。これを入れてやればいい。これを入れてやればいい。これはね、昆布と牛肉だね、もう今日はね。昆布と牛肉、昆布と牛肉、ほほほい、ほほほい、ほほほい。昆布と牛肉、昆布はね、こう煮ると美味しいわけさ。牛肉は最初ちょっと炒めてやった方がいいよね。もう悪くなる寸前に近いですね。はい、OK。だんだん準備できてきました。じゃあ火入れますか。はい、ここに火が入りました。まず牛肉をちょっとチリチリってやってからでしょ。アクが出ないようにね。アクが出ないように。ごま油。ごま油。ごま油、ごま油、ごまの油でごま油、軽く弱火でごま油。これもね、ごく弱火にしましょう。ちょっと焦げないからね。大丈夫だかな、大丈夫そうだかな。うん、いいね。これ炒めとくとアクが出ません。いい感じだね。牛肉とね、やっぱり炒めるのはこんにゃくだよね。ごぼうとかなんか入っても美味しいですよね。今日ない。ないものは望まない。ないものねだりは、身の破滅。ああ、でっかくて硬いの欲しい。何それ。ないものねだり。俺がねだる必要ないよね。それはもう相手の女性がねだるべきもので。俺はもうこれで満足してますから。やっぱ。いい感じだね。もうちょい火を強くして。はい、こんにゃくが入ります。
今これはね、お湯から出したやつを半分にして入れております。こんにゃくをね、お湯でこう茹でるのはね、大事だからね。お、なんかこう、こんにゃくに味が入るようにしてやろうじゃないですか。煮詰めなんだか、なんだかよくわかんないよね、こんなふうになるとね。いや、よくはわかんなくはないでしょ。わかりますよ。よく炒まってきましたね。うまそうじゃろ。いいね、こんなでね。こんなでもういいんじゃないでしょうか。はい、あります。お仕上げも入ります。はい、この人たちが入ります。みんな入ってきましたね。うまそうじゃろ。で、昆布が入ってね、昆布入ります。昆布入ります。出汁を、水を入れて、あ、本当は出汁なんだろうけど、まあね、本当はもう何もないよね。この人たちを一つの味にまとまっていってもらいましょう。そこそこ美味しいよ。昆布と牛肉っていいかもね。昆布と牛肉出汁入れて、ちょっと多いぐらいですね、顆粒だしね。一生懸命本物の出汁を取ればいいという人は多いですが、それめんどくさくてさ、これだけ毎日時間をかけてるのに対して、もうプラスそれだけの時間やんなきゃいけないでしょ。結構なものですよね。だからもうどこを省くかって言ったら、そこら辺を省くおかないね。どっちにしても一回抽出工程通りますからね。そういう意味ではまあ化学調味料ってのは確かになんか嫌な感じするけどね。嫌な感じ。これがこのままずっと煮えて落ちていきますから、それで OK ですね。はい、では味噌汁作ってもう寝るか。そうかよ。あ、ちょっと詰めてきます。これね、まゆちゃんのものはね、トマトが入ってるんだよ。トマトと牛肉とアジです。さっきから言ってるよ、不思議な香り。ジャボってならないように気をつけましょう。はい、じゃあこの辺で撤収したら味噌汁ですね。味噌汁を軽く作って、はい、おしまい。味噌汁は軽く作って、はい、おしまい。この白菜と豆腐の味噌汁にしますか。ちょっとね、カブも入れますけどね。カブを入れますか。カブを、カブと白菜の味噌汁、なもん聞いたことねえよ。まあいいやね。トマトなんかもこうやって切りますね、最近ね。最近の流行りなんですか、これ。
はい、流行りです、流行ってます。やっぱ今日ちょっとめんどくさいんで薄っぽく切ってね、パヤパーパヤパーね、こうやって絹ごし豆腐じゃない方がいいな、なんかな、椎茸は入っていいけど、だいたい4種類ぐらいをね入れようっていうのをいつも目標にしてますね。だからキノコは1種類でしょ。キノコのクノクドコドコドコノコ、キノコ1種類でしょ。それで今日はあの厚揚げあるから、永平寺揚げって言うんですかね、永平寺永平寺揚げ食べないのってダメだ、これ悪くなっちゃうの、3日ぐらい経ってますからね。で最後にほうれん草をね散らしてあげましょう。ちょっと大きめのものね、ほんのだ、うん、悪くない悪くない、砂が入ってるからね、気をつけてね、うん、うまいな、うまいな、最後にこれね、まあ味噌汁ってのはね、野菜食うもんだからね。お、なんかグツグツと言ってきました。グツグツと煮えてまいりました。あー、もうこれだけで十分美味しい味ね。ほんと出汁ってのはいいだけだよね。それとこの牛肉とかのあの旨味がね出ていってますからね、それがこう野菜の中にじっと入っていきますから、そこで美味しい煮しめができるんだな。この切り株、切り昆布、切り昆布か、切り昆布は本当にあれだよね、世界を救うよね。わずかなんだけどこの切り昆布の味がね本当にいいですね。こうやってちょっとガラガラっと煮えちゃうとうまい味が中入ってきますよね。それでこの大根がちょうどいいぐらいだったらもう OK。 まだだね、ちょっと硬いね、まだ硬いですね。うん、もうちょいだ、あ、なんか醤油が、醤油っぽいね。ちょっとだけ砂糖入れてあげましょう。わずかにですけど、なんか醤油はあの木の味っていうのかな、強い感じの味になってるときは砂糖入れてあげて、もう一回醤油入れてあげるとね、砂糖は本当に甘みじゃなくて、そういうなんていうの、鋭角的な味をこうまろやかにしてくれますよね。最初に入れようかったね、サシスセソっていうでしょ、あのサは最高のサ、うん、ちょっと浮かびましたね。このままゆっくりと、もうちょっと水を多くして水を入れましょうかね、強く、これがなくなるぐらいまで、半分ぐらいまでなるまでね、煮ればちょうどいいじゃないですか。はい、やっぱー、
はい、じゃあこっち側に移して、はい、こっちに移して、こっち側では、じゃあ始めますか。はい、味噌汁かな。味噌汁、野菜多いね、うちの味噌汁ね。これもう、カブまで入っちゃいました。カブは最後に入れないと溶けますから。ちょっとやっぱ多いね。薄揚げちょっと多いんじゃない？ちょっと多いからこっち入れてやる。それありかよ。ちょっとでかかったね、やっぱりね。味噌汁に入れるにはでかいよね。でもまあいいよ。うん、まあいいことでしょ。まあいいことでしょや。はい、じゃあ、まあ行きましょう。ああ、眠たくなってきたよ。うん、こちらもね、こちらも見えてっております。完成に近い味ですね。もうこれで美味しいと思います。あとじゃあちょっとこれが水が半分になるまで見ようか。うん、いい感じ、いい感じ。はい、このままいきましょう。今日のね、またこの煮付けが僕の体の中で僕の体の一部になるわけでしょ。不思議だよね、食べ物っての不思議だよね。こうやって体の中を回っていくわけでしょ。これはまーちゃんのご飯だから、まだあるかな、まだ熱いかな。もういいぐらいですね。やろうか。私ね、俺も。今度は撤収ですね。撤収。カブどうしようかな。入れようか。落ちた。落ちちゃったね。辛くて入れるよ。文句あっか。あなた来るんだから別に文句ないよ。ねえ。俺が来る分だ。誰にも文句なぞ言わせんぞ。はい、パイやっぱ。これはまゆちゃんのご飯だね。じゃあまゆちゃんのご飯。おりますか。ちょっとこれも洗ってみたら、はい、まゆちゃんのご飯、もういい感じ。どうしよう。あ、いい感じですね、味噌汁ね。うん、おお、いい味。こっちもガラッといかないと味が落ち着かないね。
ダメだ、ダメだ。いつもよりちょっと少ないな。これだと多いかな。ちょっとしょっぱめでもいいよ。今日カブ入ってるし。カブも味を吸いますよね。厚揚げと薄揚げ、厚揚げカブっていうのはもう味するから。しょっぱめが強くても大丈夫。うん、美味しい。はい、ほうれん草。ほうれん草、ほうれん草、ほうれん草の、ほうれん草、ほうれん草、ほうれん草。これほうれん草ね。はい、おひたしになりました。さあ、こっち側はどうでしょうか。さてさてさて、もうちょい、詰まってるんだよね。味の濃さはこの煮詰める具合でね、煮てあるんですから。今マユちゃん来たけど、また行っちゃったよこれほら、牛肉にトマトだろ。こんなにいっぱいあればもうごちそうだわね。あ、やっぱ鍋ちょっと小さかったな。お前ちょうどいいか。これどうしよう。俺食いたくねって顔されたらどうしたらいいんだろうね、俺ね。いや、それはもう、うん、来てますよくわかるな、お前ら。待て待て待て、ダンダンダン。なんか今匂いかいてちょっと違うなって顔しましたよね。いつもと違うな。あれ、トマト、これトマト入ってんの、え、なっていう感じしましたね。しねえよ食ってたかな、食えるんかな、こいつな。うん、随分減りましたね。これ水が半分ぐらいになりましたよね。この昆布がね、またいいんだわね。それで結構これ汁吸いますよね、昆布ってね。ここに牛肉がいますからね。じゃあまあこれでいいことにしますか。うん、美味しい。すごい美味しい。すごい美味しい。はい、これはもう今日は冷蔵庫に入れることにしましょうね。まあここにこれが、昆布があります。昆布も冷蔵庫に入れて。なんかカーカーって言ってるぞ。なんか悪いもん食ったかな。俺のご飯そんなまずいかな。これもこうやって置きましょう。はい、大丈夫。ああ、そういうわけにもいかないか。まあいいや。はい、行きました。はい、ということで、冷蔵庫ともしばしもの方が置かれてるの。まゆちゃんはご飯食べております。もうちょっと片付けて、おしまいってことになりますね。はい、今日は味噌汁と煮しめを作りました、朝ね。皆さんもおいしい晩ご飯で、また朝ごはん食べて元気に過ごそうじゃございませんか。じゃあね、バイバイ。